はい、今日はですね、山本家で作られてたお好み焼きを作りました。ね、もっとね、お餅入ったやつとかね、こんな形で出てこなかったんで、いろいろ種類はあったんですけども、大体こんな感じです。ちょっとね、トマトが乗ってるのとか珍しいかもしれないですね。早速食べていきますか、じゃあ。ね、ホットプレートがあればね、もうちょっと楽だったんですけど、久しぶりにフライパンで焼きました。よいしょ。すごいな。またエアーズロック。これは。で、今日はですね、今日もお客さんにちょっとお酒をごちそうになったので、今日はお酒なしでいきます。今回ね、約7キロあります。こんな感じです。断面わかるかな、あまり綺麗なもんじゃないですけど、じゃあいただいていきましょう。いただきます。お好み焼きなの食べるのね、いつぶりかわかんないぐらい久しぶりですね。あまり食べに行くこともないですし、家でね、一人だと作らないですからね、お好み焼きは。うまい！やっぱり、山芋と卵いっぱい使ってるんで、ふわふわです。山本家では贅沢に山芋を使ってました。あとね、ちょっとお店で牛すじがあったんで、牛すじ煮込みも後からちょっと使っていきたいと思います。わかるかな、よね、これ後からちょっとねかけていきたいと思います。久しぶりのお好み焼きは美味しい。あ、それとね、マヨネーズなんですけど、僕の実家でこのマヨネーズに牛乳ちょっと混ぜてます。マイルドになるとかなんとか、おかんがね、牛乳多分テレビで見たんでしょうけど、混ぜるようになりました。ね、出やすいですしね、入れるとマイルドな気もします。すごいボリュームだな、強敵だこれは。皆さんはお好み焼きとかでお家でされたりしますかね。あと大阪だとこれでご飯食べるっていう、よくね、関東の方が信じられないっていう感じなんでしょうけど、僕にはあんまりご飯出てこなかったですね。お好み焼きの時はお好み焼きと別のおかずがありましたけど、まあ、ご飯食べたかったら食べろっていう感じで、あんまり僕の実家ではご飯は出てこなかったです。皆さんはご飯、お好み焼きで食べれますか？僕はね、食べれます。
まだまだいっぱいあるんで、どんどん食べていきますね。いやー重たい。うん、かつお節かけてね、牛筋もね、もうこれで最後です。最後の牛筋もかけ終わりまして、1枚残ってしまうっていうことになりそうですね。栗は偉いことだ。うん、ね、もう今はね、すごく飽きてるところです。すごく飽きてるところですよ今。ソースとマヨネーズもね、結構使ってるんで、重たい、かなりヘビーなメニューになってしまうと。
って久しぶりにね残しましょうかね。ちょっとねもう飽きちゃってもうダメです。もう多分ねもうソースとねマヨネーズ摂取しすぎて多分これはねダメなんでしょうね。これはねまたもうちょっとね 2,3 回に分けてお好み弁当ですね食べます。いやー単純だからですかね、味が濃いっていうのもあるんでしょうけど、ちょっとね今日はね我慢できなかったです。なんでこれは残してね後日美味しくチンして食べたいと思います。うん、ね、7キロなんですけど、まあ、ソース今日 1.2 キロ用意してたんですよね。でもう残ってるのこれだけなんで1キロぐらい多分ソースもかかってるんですよ。それはね取りすぎですよソース、病気なる、病気なるよ。なんでね今日はやめときましょう。これはお弁当にします。明日はね2回に分けて食べますから。お好み焼き冷凍しちゃうかもしれないです。ご視聴ありがとうございました。食べたなね、最初の1枚でよかったですね、やっぱり。それはね、毎回そう思うんですけどね、毎回2キロくらい食べればもう結構いいかなって毎回なりますね。中も。